はい、おはようございます。12月7日。えー、っと、昨日見た映画の感想をいきます。タイトルは、隣人 X、疑惑の彼女。うん、えー、っと、映画作品の中には、なんか、日常生活の中で、と隣の人が、なんか、へ、変な人なのかもしれないとかさ、なんかこう、日常の恐怖を描いた、 作品って結構あるんですよね。で、この作品も、その手のタイプの中、ちょっと怖いやつかなと思ったんですよね。うん、うん、でも、見ているうちに、あ、そっち系の怖さじゃないんだって。逆に、こう、むしろ、なんていうかな。 本当は普通の人なのかもしれない。でも、えー、隣人 X っていう、まあ普通とは区別するだって、わかんない、わかんないんですよね。うん。だからその、調べていること自体がなんか、 まあまあ固い言葉で言ったらプライバシーの侵害とかそっち方向になるじゃないのでもまあ主人公あまあもう一人の主人公はし仕事上どうしても調べなきゃいけないその仕事がうまくいかないと自分の社会的立場が危うくなってご飯も食べれなくなるかもしれないっていうまあ追い詰められた人が 隣人 X を、とコンタクトを取る、取っていくっていう感じだったんですよね。うん。まあ、そこが、なんか、違ったですね。思っていたのと。で、まあ、そういう、まあ、自分今、喋りながら思ったんだけど、福山正春さんが、スクープスクープだっけ 二階堂ふみさんとの共演でやったやつあれとちょっと雰囲気似てるかなぁ、と今思いましたね。うん。まあでも、ラスト、ラストというかね、まあ結末はこれ喋れない方がいいんで、まあちょっと、あらすじからね、いきますね。第14回小説現代長編新人賞を受賞した。 バリアス綾子の小説、隣人 X を、上野樹里と林健人は、あ、林健人の共演で映画化した異色のミステリーロマンス。僕ね、林健人さんは前々から気になっていて、えっ、ー、と、守られなかった者たちへとかで、安倍博さんの、まあ、刑事、あの、刑事バディの、まあ、 若い方の人の役をやっていたりしたんですよね。で、彼が他の俳優さんとちょっと違うのは、奥さんが大島優子っていうことなんですよね。うん。なんかネット上、えっ、ー、と、林健人さんと大島優子さんが、なんかラブラブしてるような写真ってあんまりないんだけど、まあ多分、 林健人さんはさ、大島優子さんの中、やっぱ口説いたんでしょうね。うん。で、この映画の中でも、まあ、女性にアプローチかけていくシーンがあって、なんかその、上野樹里さんがさ、大島優子さんに見えたりするシーンもあったりして、まあ僕は僕なりに楽しんだんですよね。うん。<laughs> で、大島優子さんって、まあ、AKB で一世風靡した人でしょあの、なんとかなんとか、こうと、投票でも1位になったりした時もあったじゃないですか。で、まあ自分も、まあ一定の関心は AKB に持っていて、でも最近あんまり見なくなっちゃいましたよね。うん。で、AKB の神セブンって言ったけど、 彼女たちが今どうなってるのかなっていうのをちょっと、ウィキペディアでチェックしてみたんですよね。まあ、あの、神セブンって言ったら、前田敦子さん、大島優子さん、篠田真理子さん、えっ、ー、と、渡辺真由さん、まあ、いわゆる真由,由高橋みなみ、高みな、小島春菜、小治春、と、 板野智美さんの7人なんだけど、えっ、ー、と、前田敦子さんは、まあ、たまに女優としてスクリーン上でもお見,お見かけするんだけど、もう、彼女、えっ、ー、と、子供がいるけど、離婚して、シングルマザーですよね。で、大島優子さんは今、まあ、林健人さんと夫婦関係、篠田真理子さんは、やっぱ吸ったもんだって別れましたと。 で、まゆゆは引退、大。高みなは知らないうちに結婚している。小治春さんはまだあっかな。ま、いろいろ噂はあるみたいだけど。で、えー、板野智美さんも結婚したと。うん、だから今、神セブンと言われる人たちの中で、二人が離婚、三人が結婚、 結婚まあ、引退と、まだ結婚してない人がいますよっていう感じでね。まあ、あの、これ、こちらもまあまあ、世相をね、反映してるような感じがしました。はい。まあ、これちょっとね、付け加えだけど。最近 AKB ってあんまり見なくなりましたよね、本当ね。今、最新曲何ですかとか言われても、僕全然ピンとこないもんね。えー、じゃあ、あらすじね。 うん。あれ、は、林健人さんってなんか、安倍博士さんを、あ、安倍博さんのなんかこう、ミニチュア版っていうか、結構顔が濃いですよね。うん、そう思いながら感想しました。<laughs> 故郷の惑星の紛争によって、宇宙から難民として地球にやってきた X と呼ばれる生命体が世界中に溢れ、各国がその対処に苦慮する中、 日本はアメリカに追従するように彼らの受け入れを決める。この前段ってさ、なんかウルトラセブンのお話みたいだけど、実際さ、あの、劇中で、なんか異星人が、なんかこう悪いことしたり、怪獣が現れたりっていうことは一切ないんですよ。うん。まあ、これってたっとにお話の前段っていうだけうん。まあ、そういう設定で、 えー、続きを読むと、X は人間にそっくりな姿で日常に紛れ込み、人々は X を見つけ出そうと躍起になって社会に不安や動揺が広がっていく。でも X って、別に人間に危害を加えたりはしてないんですよね。うん。だから犯人探していいわけでもないんですよ。そんな中、週刊誌記者の、えー、笹健太郎は、 X 疑惑のある柏木涼子の追跡を開始自身の正体を隠しながら涼子に接触し2人は徐々に距離を縮めていくやがて涼子に対して本当の恋心を抱くようになった彼は彼女への思いと罪悪感、えー、記者としての矜持に引き裂かれそうになりながらもある真実にたどり着く、うん、という。 お話で林遣都さんが大島優子にアプローチしたであろうみたいなね感じで、えー、と上野樹里さんにアプローチしていくところがああいいなみたいなうん,うん脚あ監督脚本編集は「ゆ百合心」の熊沢直人さん、うん 両子と共に X 疑惑をかけられる留学生リン。連役で台湾の女優フォン・ペイチャが出演するほか、野村周平さん。野村周平さんはいい役してましたね。えっと、島田久作さん、バカリズム、川瀬洋太、原秀子、うん、佐向吉良が共演すると。<laughs> でね、まあ、花からね、この作品はね、そんなに期待してなかったんですよね。うん。でもね、まあ、お二人の演技も上手でね、あどうなっていくんやろうっていう感じでね、引き込まれていきましたね。話もね、なんていうことはない、ないけど、なんか、もし自分が林健人さんの立場だったらどうするかな、 まあ、彼の必死さには好感を持てるけど、やってることはやっぱりね、いくら職業とは言え褒められたことではない。でも、まあ結局、口説かれて恋人関係になるんですよね。で、まあそのやりとりがさ、まあちょっとおとなしめの女性を演じてるんですよね、上野樹里さん。上野樹里さんってあんまりこう、スクリーンに出てこない女優さんで、過去作見て、思い出そうと思っても思い出せなくて、 ウィキペディア見たらね、のだめカンタービレが出てきましたね。僕、のだめカンタービレもスクリーンで見てるはずなんだけど、なんか、今、今、今だにピンとこなくて、まあ、すいません、みたいなね。うん、で、 僕の心に響いたのはね、な、なんでかなと思って考えたら、やっぱ上野樹里さんが昭和の女をね、演じていたからだろうなって、最近の若い子、まあ劇中では30代後半に差し掛かる女性の役なんだけど、今の20代の女性はこういう反応じゃない、じゃないかなと思うんですよね。今時の女性って。<laughs> うん 30代後輩に差し掛かるって言ってももう平成の人ですもんね。うん。うん。で、この作品の、まあ、ラ,ラストとか結末は言えないから、うーん。なあ、上野樹里さんの演技が良かった。まあもちろん林健人さんのあの必死さを表現している演技も良かった。 で、それに付随して、まあ、僕の頭の中じゃ、大島優子さんの顔がちらついて、その大島優子さんが、上野樹里さんにダブルみたいな見方をしてしまったから、まあ、してしまったというか、まあ、それは僕の見方なんだけど、割かしこう、近い距離感でね、作品を鑑賞できたので、まあ、意外と没入できてね、 最後まで全然眠たくならなかったし、これはやっぱり演出、まあ、二人の演技力、さ、まあ、こんな風な作品のテイストにしたいという演出で、物語が、<coughs> そんなことない、そんなことはないでしょうっていう、物語の破綻はなかった。あ、そういうこともあるかもねって思わせる。 描写の連続で、マスコミの対応も、まあ、あんな感じにはなるやろうね。まあ、週刊誌にね、出たら、ああなるやろうね、みたいなことも分かったし、なんか、林健人さんの、なんていうの、あの、劇中でも、こう、にじみでらの謙虚さ、 うん、あの謙虚さに女性の心って解きほぐされるんだろうなって。だってさ、まあ、今どっちかというとさ、なんか知らない男が言い,いよってきたらさ、女性ってなかなかこう自分の心をさ、オープンにはしませんよね。この,この人何みたいな。変に関わってストーカーとかなったら大ごとみたいな。そんな風な感じになるんじゃないかなって。 って思うんやけどまあ昭和男の僕からするとさ、まあ、この前のオルゴールもそ,そうだったじゃないわりかしこう控えめな女性と真面目なこう不器用な男がこうだんだん距離を縮めていくさまになんかドキマギす,するとかさ、うんまあ、最近のテレビドラマってこういうやつってあんまりないと思うんですよね昭和男の僕たちが。 なんか、スクリーンに登場する女性に、こう、思いを寄せるみたいな感情が湧き出るのはね。うん。この作品はね、そういうところが良かったのかなと思うんですよね。まあ、もちろんね、ね爆破シーンもなければ、カーチェイスもない、ないですからね。<laughs> だから、まあ、僕としてはこの作品はすごい満足感があって、ね人に聞かれたら、ああ、かったよって、 言えるんだけど、まあ確かにまあ僕の感想だから間違いなく良かったと言えるんだけど、この作品の魅力こ,こうだから引き付けられましたっていう話をするときに、いや、俺昭和男の俺だから、あの、上野獣医さんに感情移入、林健人さんに感情移入できてさって、それってこの作品の、 アピールポイントとして人に伝えるにはどうかなと思,思いますよね。だって、今の若い人たちは見て面白くないかもしれないっていうことだから、うん。まあ、もう、れ、令和を生きている平成キッズの人たちの感性に響けばね、ハマればね、そこがハマれば、 ああ、よかったなあ、よかったなあっていう感じになるのかなーって思いながらね、まあ、僕個人はね、あの、上野樹里さんにのファンになったんですよね。上野樹里さんってあんまりこう、スクリーンではね、出て、出てこられてない樹里さんみたいなんで、まあ、また何、なんかの作品でね、お目にかかれたら嬉しいなと。はい、そういう感想でございます。 はい。最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴、お待ち申し上げております。失礼します。